おはようございます。中井です。エクステリア3分授業第3回始めていきます。皆さん、大型台風の時に飛んだ波板って業者の方なかなか張り替えに来てくれないですよね。またそういった時ってここだけの話、少しだけ割高に設定している業者もいるので注意してください。それならば自分で張ろうということで、本日のテーマは波板を張ろう。なお今回は一般家庭でよく使われているポリカーボネートの粉みのお話になります。必要な道具、波板の買い方、波板の貼り方を3分弱で早口になりますがご了承ください。まず必要道具はホームセンター、ネットで売られていますインパクトドライバー、1万円弱で安いものだと売られています。これに穴開け用のピットをご用意ください。私はやったことないんですけど、金槌やキリンなどでも代用可能になります。また波板を切る場合は波板バサミや電動工具のグラインダーをご用意ください。1つに2つ切るぐらいなら通常のハサミでも簡単に切ることができます。また雨どゆなどの障害物の部分で波板を切る場合はコーキングといった防水処理が必要になる場合があります。コーキングは通常ヘラで塗りますが、指でも簡単に塗れるので試してみてください。脚立、ヘルメットは必ず必須になります。ではホームセンター、ネットで波板を買っていきます。波板は1尺 30cm 刻み単位で売ってます。 1m50cm、 例えば必要なら5尺、それより長い中途半端な長さのものが必要ならワンサイズ大きいものを購入していただいて、こういったハサミで切ってください。そういった場合は全ての波板を切らないといけないので、こういった工具があると便利になってきます。続いてフックを買います。今回はもやという躯体に引っ掛けるタイプなのでその説明をします。ポリカや塩ビといった種類がありますが、それよりも大事なのが長さとなっています。ちなみに長さはクッション材の上から引っかかる部分までを長さと言います。19、21、23、25と 2mm 刻みずつでありますが、よく21、23が使われるので、ここら辺を少量先に買って試しに入れてみるというのも一つの手ですが、時間とお金がもったいないという方は今回は割愛しますが、躯体の端から引っかかる部分までの長さプラス 1.3 にすると大体合うことが多いです。例えば躯体の端から引っかかる部分までが 6mm だとすると 1.3 プラス6なんで 19mm のフックを買うと大体合います。では最後に波板を貼っていきます。波板は躯体のたるきがけという上部の部分に思いっきり奥まで差し込んでください。昔の波板だと下を入れ込むタイプがあるので、そういった場合は波板を膨らまして下を入れてください。でフックは5山もしくは6山に1つは必ず入れてください。波板同士の重ね代は2山半になります。なお上の波板の重ねた部分の端の部分は必ず種になるようにしてください。この上になっちゃうと防水があまり効かなくなる場合があります。最後の1枚は何山重ねてもいいですが、あまりにかぶせすぎますと上に入らなかったり見栄えが悪くなるので、そういった場合はハサミで切ってください。裏表は必ず確認してください。あるタイプとないタイプがあります。で早口になりましたが、概要欄にこの内容を貼っておくので最後までご視聴ありがとうございました。